今回は水戸マラソンのコースとなっている偕楽園公園四季の原にやってきました。今日はここから歩いていける仙北周辺の美味しいスイーツご紹介します。疲れた時はやっぱり甘いもの食べたくなりますよね。では早速行ってきます。仙波湖すぐそばにある港文カフェにやってきました。目の前には仙波湖が広がっています。今日はこちらで美味しいスイーツがいただけるということでやってきたんですが、どんなスイーツがやってくるんでしょうか。こちらが大人気というシュークリームです。じゃあこのスイーツがどのようなものなのか、お店の方にお話ちょっと伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。このシュークリームなんですけれども、白鳥をモチーフにしているんですよね。そうですね、仙波湖には白鳥や黒鳥がたくさんいるので、そちらがモチーフになっております。はい、というわけでご用意していただいたこのシュークリームいただきたいと思います。いただきます。黒ごまの風味がふわっと口の中いっぱいに広がりますね。これはこの綺麗な仙波湖の景色を見ながら走った後の疲れを癒したり、またこの甘いスイーツで元気をつけて練習に臨むっていうのもいいかもしれませんね。水戸には他にどんな美味しいスイーツがあるのか、これからも楽しみです。さて次は港文カフェの隣にある港文茶屋にやってきました。こちらでは先ほどの洋菓子とは違って美味しい和のスイーツがいただけるということですよ。どんなものが出てくるんでしょうか、楽しみです。ワクワクワク。どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。こちら用意していただいたのが抹茶セットということで、大きな抹茶の器と、そしてこちらはずんだ餅、ずんだ餅なんですね。ではこちらいただきます。ちょっと刺して、あ、見てください、色が。いただきますよ。あんこと違って口の中いっぱいになっちゃった。ずんだのこの豆の香りが口の中にふわっと広がってきますね。そしてお団子で甘くなった口の中をこの抹茶が、美味しいですね。この苦味が何ともたまりません。はい、では次は偕楽園内にある三原支店という売店にやってきました。お土産物がたくさん揃っていますよ。今日は人気ナンバーワンというこちら水戸の梅を買いたいと思います。じゃあちょっとレジに行きましょう。さて先ほど水戸の梅を購入した売店のすぐ横には休憩スペースが用意されています。こういったところで水戸の梅を見て、もしくはマラソンで走った後、こういった落ち着けるスペースでくつろぐっていうのもいいですよね。水戸マラソンどんどん楽しみになってきました。